今回はネイティブに1時間みっちり英語を教わったらシャドーイングがどれだけ上達するのか検証してみた検証企画です。これをやるときが来ましたよね。私もいいなって思うのが、こうやっぱり子供の時も言語がそもそもできるようになるのって人の真似するところからだから、ああなるほどね。すごい理にかなってるなとは思う。なるほど。で今回はシャドテンさんからの提供ということでこの動画を作成しているんですけども、ざっくりと説明をすると、私がシャドーイング系に教わってどれだけ上達するかっていうのを検証していきたいと思います。でこのシャドテンについてなんですけど、そもそもどういうアプリかっていうと、シャドーイング専門のアプリとなってます。でたださ、シャドーイングってやるだけってさ、ちょっと難しかったりするんだけど、このアプリなんとプロフェッショナルが24時間以内に添削をしてくれます。はい、素晴らしいアプリとなってます。お素敵。でしかもこのスマホ一つで全部完結できるから、もう毎日自分の空いてる時間とかに練習をして、で、録音したのを先生に送れるっていう非常に便利なアプリとなっています。今回はそのシャドテンを使ってどれだけ上達するかを検証していきたいと思います。イエーイ。まずは、比較できるように、どれくらい上手くなったか分かるように、まずは私が何にも教えないで、ズーカツさんがアプリに教わった通りに、はい、とりあえずシャドーイングをやってみて、はい、検索してもらったものを元にして私が1時間みっちり教えるっていうような形になってきます、はい、なのでまずズーカツさんが頑張って自分の力で自分の力でできるところまでシャドーイングをやっていくっていう感じです。はい、まずは教材選びからなんだけど、シャドテンってすごいんですよ。こうやって、まあ、見てもらったらわかる通り、ジャンルがなんと800以上もある。そのレベル別でね、多い。これはさ、ビギナーだけどさ、なんとちょっと上級者とかになっていくとさ、もっと増えていくと、ね、まあ私はね、ビギナーから探したいと思いますよ。まあこういうのはね、自分に興味のあるものから始めるのがいいかなって思うので、これでやろうと思います。やっぱね、野球好きとしては、大谷翔平さんは神なんで、これをじゃあ使ってやっていこうと思います。まあ課題はね、1から10まであるんですけど、で、シャドテンには、このシャドーイングの学習のやり方とかを勉強できる解説動画とかもあるんで、それを見て勉強をしていきたいと思います。で、最初は、とりあえず音声を聞くらしい。そのまま。何も見ずに、とりあえず聞いてみようと思います。The starting pitcher for the National League is Max Scherzer of the Washington Nationals. っていう感じの文章です。まあ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 全然聞き取ることはできたかな。なんとなく。シューズルって言われてる人もやっぱ知ってる。超有名だよ、マックス・シャーザーなんてもう。もう野球やってる人なら誰しもが知ってるよ。そうなの。このピッチャーもメジャーリーグで神的存在で、そのメジャーリーグのトップの賞、ピッチャーのトップのサイヤング賞をなんか何回か取ってるはず。信じられないピッチャーですよ。やば。次に、これを分かんないところをなくすみたいなことをしなきゃいけないから、日本語と比較して、辻褄合わせるじゃないけど、理解をするようにするって。辻褄合わせる。こんな感じで横並びになるんで、見ていこうと思います。どう？辻褄あった。うん。聞き取った通りの文章ではあるんだけど、まあ、ちょこちょこ単語的に聞き取れてなかった部分もあると思う。例えば、シャーザー has not gotten みたいな。意味は理解できたの、その後に Hit in 30 tries this year って言ってるから、でもその前が分かんなかった、で次に文章をテキストを見ながら喋るらしい、そうだからこの状態で見ながら喋ってみようと思います、でもこれはまだ練習モードだから、はい、練習するだけになります。 The starting pitcher for the National League is Max Scherzer of the Washington National という感じです。シャーザーむず。何シャーザーってこんなむずいの？シューズル。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 まあ名前だから聞いたらいいと思う。そこは、まあ最悪言えてなくても、あくまで名前だからって感じだけど。なるほどね。で、他は正直いけたと思う。自信がある。自信満々だ。すごいな、その自信分けてほしい。なんか突っかかるところも特になく言えると思う。うん。言い直しはあるけどね、日本語でもあるからさ、ここでは K は何も言わないからね。うん。どう思ってるのか。まあ言うつもりはないですけど、そこまで言われない。次、録音モード。これ、今見てもらったら分かる通り、この辺に出してると思うんだけど、スクリプトは非表示です。で聞いたものをそのまま言って、
音声を確認してもらうっていう感じになってます。確認して提出するか選べるらしいから、うんうん、いいのができたら送ろう。あ、なるべく一撃で。めっちゃ時間かかるかもしれないじゃん。なるべく一撃で送る。俺自信があるから。The starting pitcher for the National League is Max Scherzer of Washington Nationals. Scherzer will pitch the all time. 全然できない。自信さっきの自信よ。おい、一発でできるからって言った後の、あれもできない。やっぱ喋り慣れてないから、英語を。力抜いた方がいいよ。そうだね。かなり力入ってるからね。なんか、全体的に、こう、緊張しすぎてる感じがするから、違う気がするけど、いいのそれで。いいんですかそれで。よし、じゃあ、リラックスしてね。うん、もう一回ちょっと練習しよう。スクリプトを見て。うまっ。なんで言いにくい単語になると声低くなる、うん、え、低く言ってるじゃん。シューズ。言ってないシューズ。急に言いにくそうな単語だけど、ってワントーン下がるの面白いんだけど、なんかもう英語関係なくワントーン下がるっていう、なんか、ね、言ってるから。じゃあもう一回録音モードでね。はい、これ何回もやり直しできるっていうのが、このいいところだから。うん。オータニッセー、he did not he chose to pitch in all the game.But Major League Baseball player selected him to the Major League Baseball. 私リスペックされてたけど大丈夫。ちょっとひどかったね。惜しかったけどね。前半が慣れてきたんじゃない？前半慣れてきた。後半は、なんかもう聞き取れなくなっちゃった途中で。疲れてきたんでしょ？疲れてきた。途中で分かんなくなるの。今俺は音声を聞いてるのか喋ってるのか。なんか何をしてるんだろう。なんか聞いてるのと出してるのと違うじゃんか。これで提出してみようか。基本的に良かった。これ提出します。提出する。提出。1日1回のみ添削を受けられます。提出。ぴょん。よいしょー。OK。イエーイ。提出しました。これで添削が終わると、こっちでまた確認ができると。で先生から、どんなことをね、こう直してくださいって来るのがちょっと楽しみだね。結構できてる。ね。まあ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 、よくできたということで。自分で言うな。それ普通私が言うセリフなのに。ということ。じゃあ待ちましょう。はい。ということで、実際に添削をしてもらったのが帰ってきたので、一緒に見ていきたいと思います。はい。ほら、こんな感じで結果返ってきます。記念すべき第1回目の音声提出ありがとうございます。おー。返ってきました。添削者横山さんです。記念すべき第1回音声提出ありがとうございます。次回も同じ課題にチャレンジしてください。ということです。で、こうやって、グッドポイントと、こう、デベロップメントポイントっていうのが分かれています。おー。まず、グッドポイント。はい。スターティングピッチャー4のところのスターリンっていうのが、その G の音が、なくなっているのをちゃんと捉えているから忠実に再現できて素晴らしい。おー。いや、自分でさ、そんなに喜べるのすごい。素晴らしい。やば。次、at the beginning of the の G、最後の G、beginning っていう風にスムーズに発音できてる。G はしっかりできてる。やばいやつじゃん。次、did not think he would be thinky のように音源に沿った。言えてないじゃん。thinky っていう。音源に沿った再現ができていらっしゃいました。おー。できるんです。いや、待って待って、これからできなかったポイントをやっていくから。次、デベロップメントポイント。has not gotten a hit in の t の音が残ってますと。だから、gotten a ってしっかり喋ったんだろうね。うん。それを gotten a のような発音になっていたのを gotten a を意識して再チャレンジしましょう。伸びしろですね。これが伸びしろ。で、次。フラップがなく、サーティーという発音になってらっしゃいました。フラップを捉え、サーリーのように発音するとより音源に充実です。T がね、どうしても残りがちなんだよね。でもこの人はあれだろうね、アメリカ英語の添削の仕方なのかな？だって、このアプリアメリカ英語で。だからだね。うん、どうしてもそこイギリス英語になっちゃうからね。イギリス行ったこともないし、イギリス英語習ったこともないのによくそんなこと言えたよね。サーリーっていうね、風に言うようになるとより忠実になります。はい。次。こちらの発音が抜けていらっしゃいました。俺抜けたらしい。あの自信満々で出した。そう、この括弧のザ、ピッチインザオールスターゲームのザが抜けてたって。うん。だからこれをしっかり音源に捉えて
イメージで発動しましょうってことです。でも、思ったよりデベロップメントポイントが少ないかな。まあ、多分、もっとあったんだろうけど、33でやってるんだろうね。33でやってくれてるんだろうね。うん。なんか、一気に言いすぎちゃっても。そうだね。ということで、実際に、K に、これについて、まあ、みっちり1時間やりたいと思います。うん、1時間ちょっとじゃあ、計測しましょう。いきますよ。はい。よーい、スタート！シャドウイングなしで一回ちょっとこの文章読んでもらっていい？いいよ。The starting pitcher for the National League is Max Scherzer of the Washington Nationals. 言いにくいところが、すごい、カタカタカタみたいな、ロボットみたいになるのと、はい、言いにくい単語が、なぜか声低くなるのが個人的に面白かったです。面白いの？シューズル違うから別にシューズルってそのまま言えるからシューズル何言いたくなるのか分かんない。確かにビギニングっていうのが、うん、ちょっともう一回言ってみて。ビギニング、ビギニング、ビギニング、イッピくらい、ビビビビギニング、ビギニングの方が言いやすくなると思う。いいんだけど引っかかってる感じがする。なるほどね。シューズル has not gotten hit gotten up gotten up ちょっと切っていいよ。Scherzer has not gotten a hit in 30 tries this year. Scherzer has not gotten a hit in 30 tries this year. そうだよね。Would be chosen to pitch in the All-Star game. Would be chosen to pitch in the All-Star game. 次。同じことをまたやってもらうんだけど、うん、今度は口をめっちゃ大げさに動かして。いいよ。そんなにってくらい。The starting pitcher みたいな。もう大げさに。The starting pitcher for the National League is Max Scherzer. 一個思ったのが、うん、これちょっと言ってみて。National. National. ちょっとだけ下を動かして。National. かっこいいね。の方が言いやすいと思う。いや、なんか Nationals って俺も言ってる感あったんだ。じゃあ今度は、うん、今の感じ、口を大きく動かす、うん、イメージのまんま、うん、文章を見ずにシャドウイングしてみて。いいよ。もっと大げさに言ってくらいでいいよ。意識するとこが多いと難しいね。そうね、うん、この辺痛い。うん、いい感じ、いい感じ。なんか面白いこと言っていい、うん、シューズルがさ、うん、低くならなくなったと思ったら今度目が開くよ、ね、シューズル口を意識してるんだよ。いやいや、シャーザーだけ目でかくなるの怖いから。今度は K が読んでくので、うん、行くよ。いいよ。Otani said he did not think he would be able to choose to pitch in the All-Star game. But Major League Baseball players selected him to pitch in the game. できなかった。俺どうしてもね、ここが言えない。Otani said he did not think he would be chosen to pitch in the All-Star game. ここがめっちゃむずく感じる。言いにくいところがあったら、うん、そこをひたすら言う。はい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 。で、一個ずつ単語を増やしていく。なるほどね。だから、pitch in the All-Star game。うん、pitch in the All-Star game。to pitch in the All-Star game。to pitch in the All-Star game。私と一緒に言ってみて。せーの。He will be chosen! なんで？ついてきて。違う。ビューって。首伸びちゃうね。He will be chosen to pitch in the All-Star game。He will be chosen. 俺今一人でやりたい。ちょっと黙っててし。ふざけんな。さっきよりだいぶ言いやすそう。私のシャドウイングして。いいよ。いくよ。せーの。せーのはおかしくなって一緒に言うわけじゃないじゃんか。自分に。せーのは自分に言わないのよ。私が今からまた読むから、うん、それのシャドウイングをしながら鏡。使って自分の顔を見てほしい。自分の顔の動きを見てどういう風になってるかっていうのを見てほしい。いいですよ。The starting pitch for the National League of Max Scherzer of the Washington Nationals。これむずいね。全然動いてないんだよ。でしょ？動かしてると思ってたでしょ？全然動いてないね。やばいでしょ？こういう鏡見たら動いてねってなるでしょ？なる。今びっくりしちゃった。必死で動かしても足りてなかった。そうなの。Otani said he did not think he'd be chosen to pitch in the All-Star game, but Major League Baseball players selected him to pitch in the game. でも成長した気がする。そう思う。めっちゃ言いやすいもんね。あんな言いにくかったのに。ここまで一日に全部詰め込む必要はないんだけど。うん、あー、うるさい！びっくりした、びっくりした。終わりました、時間。怖っ。
自分たちでタイマーかけてたくせにびっくりした、うん、飛び出るかと思った心臓が今とりあえず今回はまた録音したのを提出して、うん、次はどんな結果が返ってくるか。The starting pitcher for the National League is Max Scherzer of the Washington Nationals. Scherzer would pitch to Ohtani at the beginning of the game. He said, "It'd be awesome if I can hit." Scherzer has not gotten hit in 30 tries this year. Ohtani said,He did not think he'd be chosen to pitch in the All-Star game, but Major League Baseball players selected him to pitch in the game. いいんじゃないかな？よさげ？完璧です！これで提出したので、この結果がまた返ってくるのを待ちたいと思います。で次は、やっぱね、ネイティブの発音がね、どれぐらいかっていうのもちょっとプロフェッショナルに添削してもらいましょう。はい。癖があるかもしれないからね。アクセントがあったりとか、うんうん、いろいろあるかもしれないので、ね。ちょっとやってもらおうと思います。はい。どうぞ。The starting pitcher for the National League is Max Scherzer of the Washington Nationals. Scherzer will pitch to Ohtani at the beginning of the game. He said, "It would be awesome if I can hit." Scherzer has not gotten his hit in 30 tries this year. Ohtani said he did not think he would be chosen to pitch in the All-Star game.But Major League Baseball players selected him to pitch in the game. どう？すげえな。ちょっと噛んだ。あ、噛んだ？やり直す？いや、いい。そのまま行く？うん。まあ、一発。一発で。自分の予想。Gotten a hit のここの文で、うん、ちょっと噛んだんで、うん、そこが言われる可能性が高いなって思う。なるほどね。なるほど、なるほど。では、音声提出。はい、しましょう。ネイティブでも噛むんで。まあ、そうだ。はい、じゃあ結果待ちましょう。はい、ジュンジュン。はい、では演奏結果返ってきたので実際に見ていこうと思います。成長を実感してもらえたのかどうか、コメントを見てね、そう、前回とどう違うかを比較していきたいと思います、うん、はい、じゃあ早速見ていきましょう。はい、じゃじゃん。おはようございます。2回目の音声テストお疲れ様でした。前回のデベロップメントポイントがしっかりと改善されていました。おー、そこ一番大事。素晴らしい。この調子で次回も音声をお待ちしておりますね。次、グッドポイント見ていきましょう。はい。改善されてました。Has not gotten a hit in Ghana っていう風にちゃんとできていました。次、30のところ、30って感じで、高い精度で再現できてます。で、前回あのダメだったところが改善されてますっていう。やるやん。せやろ。違うね。で、なんでかただこれってさ、自分で喋っても分かんないわけ。フィードバックしてくれないと、この微妙な変化とかが自分には気づかないところだから、ね、そういうの教えてくれるのやっぱありがたいよね。間違いない。で、今回のさ、このガンナとかさ、正直聞いてるときはガンナって言ってることすら分かんないよ。けど、こうやって添削して、こうやって言ってるよって言ってくれると、あ、ガンナって言えばいいんだみたいな。それで K もさ、OK って感じだったから。うんうん、次、新たなるデベロップメントポイントがあります。はい。アットの音がやや抜けてしまった印象です。T 音の消失を捉え、アット軽く再現していきましょう。軽く言うよりも、消えちゃうみたいに近い、の方が近いのかもね。うんうん、ね。ウドゥと D の音が少し発音されている印象でした。細かい指摘になりますが、D の消音を捉え、D を落としていきましょう。なるほどね。ウドゥは、ドゥってしっかり言っちゃってたんだね。うん。次、ピチンのように連結部分が少し不明瞭に感じました。クリアに取られ、ピチンのように意識して再チャレンジしましょう。なるほどね。いやでも、うん、指摘されてる部分のレベルが高いと思う。うん、お、上がってる？上がってると思う。成長。なんか単純に、この単語の発音をこうやって気をつけましょうから、うんうん、ここをもっとつなげて言うとか、その、こう、ネイティブに近づけるための一歩。うん、だから、言い方自体が間違ってるっていうよりも、さらにこうするっていうような。よりね。そうそうそう。向上させるっていう、ね。そう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 。なんか前回の方がもうちょっと根本的に、ね、ここをしっかり発音しましょうみたいな。音と違いますよみたいな感じだった、ね。そう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 。これは1時間で成長したと言っていいんじゃないでしょうか。成長したよ。実際やってみてどう？シャドーイングってね、うん、そもそも自分に合った音声探すのめっちゃ大変。
変なの。ああ、確かに。そう。で、これってさ、そのレベル感に合わせていろいろあるからさ。うんうんうん。自分のレベルがじゃあ今回上がりましたってなったらさ、うん、ちょっと上のやつも探せるわけすぐに。はい、はいはいはい。それめっちゃいいなって思ったのと、うん、添削がすごい的確な気がする、個人的に。うんうんうん。自分で後で音声聞き返すと、確かになるんだよ。だから、あ、じゃあ次はそこを直せばいいんだじゃないけど、確実にこうステップアップしていけるから、めっちゃいいんじゃないかなって思った。ということで次に、K の採点に参りましょう。はい、見ていきましょう。ネイティブがね、どういう評価を受けるのか。ちょっと一回噛んじゃったから、うん、そこもの部分もね。そこは言われるかなって思うんだけど、うん、他がね、どういうところを言われるかですよね、うん。記念すべき第1回の音声提出、ありがとうございます。今回指摘を受けたデベロップメントポイントを、改善することを目指して、次回も同じ課題にトライしてくださいね。グッドポイント、The Starting Picture の G の音の消失を捉え、スターリンのように、音源に忠実に発話できていらっしゃいます。おー、はい。さすがですね。どうもです。At the beginning of the G の、消失を、トライ、ビギニングのような音源に忠実に発話できていらっしゃいます。はい。ありがとうございます。はい、どうも。Has not gotten a hit、連結の T の消失を捉え、ガーナのような高い精度で再現できていらっしゃいます。素晴らしいです。次、デベロップメントポイント。はい、Did not think he would be. Thinky と発話されていたので、Thinky のように発話すると、より精度が高まります。はい、噛んだところです。で、Pitch in the All-Star Game。D と発話されているようです。音源を正確に捉え、2のようなイメージ。2なんだ。多分その音源がそうやって言ってるんじゃない？あなたは自分の癖が出ちゃったね、多分。そうか。音源を、もっと忠実に再現しなきゃいけなかったのか。音源真似したくなるね、こうね。Him to pitch in the game か。で、pitch in と発話されているようです。連結を捉え、pitch in のように、うん。これ一緒じゃん。俺と一緒じゃん。あ、俺ネイティブレベルだ。それはわからないけど、K が教えたから、同じところが引っかかってた。癖が。癖を伝えてしまったかもしれない。でも面白い。自分の癖でもわかるね、ね、これだと。癖がわかる。多分採点者困ったと思うよ、これ。あなたのやつ。絶対やりたくないと思うよ。ちゃんと、細かく見てくれてるなっていうのは、ね、それはすごい。逆に私出てこないよ、これ。上達しても、なお、こういうポイントを見つけてくれるってすごい。うん、すごいね。だから、どのレベル感の人でも、ちゃんとこれ使って勉強できるってことね。ね。上級者にも、めっちゃいい、うん。めっちゃいいね。で、今回このシャドテンなんですけど、概要欄にもろもろリンク貼っておくので、ぜひ気になることはチェックしてみてください。ぜひぜひ見てください。はい。では今回以上になります。よっしゃ。